こんにちは、りんちゃんパパの給料グルメです。今日はこちら、手羽先、こちら使ってあの名店よりも美味しい、手羽先料理ご紹介させていただきたいと思います。しかもですね、よくね、まあ、ご存知の手羽先料理というと揚げてからタレを絡めて和えるっていうパターンなんですけど、家でやるときね、油とか使ったりするの大変なんで、今日は漬け込んでオーブントースターでサッとできて、さらにめちゃくちゃ美味しい手羽先レシピご紹介させていただきたいと思います。それでは調理スタート。はい、まずはね、手羽先のタレ作っていきたいと思います。手羽先ね、今日は8本分用意していただきます。醤油、塩、コショウ、酒で、ここに水飴、と砂糖、薄力粉、ニンニクすりおろし、生姜のすりおろし、はい、これで合わせ調味料の完成です。はい、これで全体にまんべんなく行き渡るように1時間ぐらい漬け込んでいきたいと思います。それでは1時間ぐらい漬け込んだのを、これをトースターもしくはオーブンで焼いていきます。油をね、軽く引いて、180度で約10分間焼いていきます。いいよ、はい、手羽先できました。いやー、これ絶対先に合うでしょう、これは。じゃあいただきたいと思います。おいしそう、いただきます。めっちゃつやつや、いただきます。あの名店のね、あれよりもおいしいと思うんだ。とってごらん、貸してごらん。自分でやります。どれと。じゃあいただきます。うまっ。いや、めちゃくちゃうまい。なんかね、甘じょっぱい感じで最高、おいしいわ。皮がパリッとして、で、あの小麦粉入れてるから、薄力粉揚げないんだけど、皮がパリッとしておいしい。いや、最高、これうまいわ。うまくいってんね。うん、うまいね。おいしいね。ビールとか飲みたいけど、今日は焼酎。なんで真似すんの？うざーそれ。おいしいこれはまあ酒めっちゃ進んじゃうわ。うまっ。この皮の脂の甘いところと、
体大きい。水飴も使ってるからすごい照りが、うん、うまっ。黙っちゃうね、うん、カニと一緒だね。カニ食べたこともないくせにね。俺たちカニかましかね、うん、カニ食べたい。ちゃんとしたカニなんてほとんど食べたことないよね。あるねねとかってカニあるかな。パパがなければない。そうだよね、うん、でもでもみーちゃんと言ってるかもしれない。本物のカニって食べたことあるかね。あんねちっちゃい頃旅行行って食べたか。うん、うん、うわ出たね。ね、こりゃうまい。でもね、その時赤ちゃんだった、うん、食べなかった。いやー、じゃあ今日はね、レモンサワー、こういうのね、こういうね、つまみはね、こう炭酸系でね、流し込むっていうね、これ鉄則だよね。これ飲むと、しかも食べれる場所わかる。うん、これガンガン食べちゃって、まだ食べる人いる？はい、ちょっとこうね、じゃあ。美味しい。塩も美味しいけど、うん、こっちのが好きかも。どう？うん、確かに塩もね、うまいけどね、うん、これ味付いたのもで、これさ、ちょっと混ぜて味付けるだけだから。で、パン粉をね、パン粉じゃん薄力粉を少し入れてるから揚げないんだけど。おいしい。もう一個食べちゃう、止まんねえなこれ、うん、大人のかっぱえびせん来てんな、またまたしても止まんない。ねえ、食べる？あの、うん、皮のプルプルもね、2個を1個って言うとは嫌だ。うんまっ。これこそアルチューササミ、アルチュー手羽先なの。アル中なの？アル中にしようかなと思ってんだけど。はい、それでは今日はですね、手羽先で、アル中手羽先、あの名店より美味しいね、手羽先簡単に作れる方法をご紹介させていただきました。参考になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録でぜひ応援の方よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。マジで。